シャケオーケストラの鮭の話ラジオを聴きの皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。シャケオーケストラの鮭の話、メイン司会のキャサリン・セタ・ジョーンズと、アシスタントの、メグ・ライアンです。あ、いいですねこれ戻ったの結果戻すっていうもう一周で飽きるっていうね、全然戻ってる、ね、ところはありますよね、うん、はい、シャケオーケストラと、アシスタントの腰もももです。もみもみ。はい、シャケの話ということで、はいはい、9月も入りましたということでね、はい、いつもシャケの話でテーマを決めてお話しするというだけですね。はいはい。今日久々にいいわ、うん、朝じゃないから、うん、早朝じゃないから。ああですね、夕方前で。うん、そうです。じゃあちょっとテーマ言ってください。いきますよ。はい、テーマじゃあ6つですね、うん、はい、いきます。はい、1、夢の話、うんうん、2、理想の家の話、3、オーストラリアの話、4、借金の話、5、好きなタイプの話、6、福岡の鬼畜コシモムオの人となりを清純派インタビュアーは鮭が根掘り葉掘り聞く話の6つです。あ、じゃあそれ4番はもうやったから、4番はやったので、はい、あの4番滑舌の話にしよう。滑舌の話で、はい、いきましょう、うん、はい、サイコロある、ますね、じゃあサイコロは、はい、いきますよ振りますよ振りますよ、します。はい、振りました。いや、お前なんだ、お前用意しとけって言ったじゃねえかよ。え、もう一回振りましょうか。じゃあ、いやいや、振らなくていいけど。振ってねえじゃん、とかねえじゃん。え、いやいや、振って今お前中継つないでるのいいことにお前嘘ばっかついてほら、うん、それで結局いいよ。何番なのね。結局今5が出てます。ですね、好きなタイプの話なんだろうね。あのちょっと思ったんだけど、先週、うん、覚えてます？先週。うん、なんとなく。なんとなく覚えてる。あの、はい、先週なんか立ち上がりから結構調子良かったんですよね。調子良かったっていうか、ちょっと笑いもありつつで、うん、まあ、今のところまだ笑いがゼロっていうね。で、だ先週立ち上がり良くて笑いもまあまああって、なんかまあまあいいラジオだったなと思って、普段、うん、どんなんだったかなって今思い出したら、お前が、うん、何回もラジオを飛ばすっていう、お前の大失態を怒るっていうねそうだった、ね、何なんだろう、お前あれか、結果なんだ、正当化できるような感じになってんじゃん。あ、だから僕はやっぱあれですよね、たまにはやっぱミスっていった方がいいですよねとかじゃない、ダメだからな。そういうことでしょ。いやいや、俺がムカつ、俺がイライラするだけだからやめてよ。それ今思い出した俺だんだん腹立ってきたもん先週言ってたね。好きなタイプの話で。好きなタイプの話。好きな、なんだろう、なんだこのテーマは。どうしましょうね。好きなタイプっていうのはもう本当のストレートに女の子の話なのか、その、なんだろう、まあ、人付き合いでもいいですしね。ああ、逆に嫌いな人間、嫌いなタイプとか。お前はなんだ、お前は俺の好感度を下げさすために生きてんのか。ねほりはほり。お前わざとだろ。お前らだわ。俺知ってんだ。お前ら。俺の周りにいるお前らは、俺がなんか悪口とか言うのが大好きだから、俺が悪口を言ってるのを聞くのが大好きなやつらだから。そう、引き出そう、引き出そうとね。いや、お前最悪だろ、お前。何なんだよ。嫌いなタイプ。嫌いなタイプね。それこそ先週言われましたよね、嫌いだわって言って。いや、お前のことは嫌いよ基本はいや、さらっと言って、だって嫌なことばっかりしてくるからいや、そうよ、うん、そうよ、そんなもんよ、うん、お前なんかあれだろ、お前多分うすうす自分は好かれるタイプの人間だって思ってる口あるよなお前そういうとこあるじゃん。自分はどうやらやっぱ人に結構好かれるタイプだな、まあまあ男友達も多いし、なんだったらちょっと相談の乗られる女の子からも相談乗られるし、
とか、はいはいはい、で人を集めればまあまあ来るしみたいな、それであ俺ってやっぱ好かれてるなって思われてるだろうけど、お前嫌われてるからなお前先に言っとくけど、お前相当嫌われてるからな人も集まるのもそれあれよ、牛島くんと同じよ、そういうなんか今その読者モデルやってるからみたいなので集まってきてるだけで本当は嫌われてるからな、お前嫌われてるね、今後はね、ということでね嫌われ同士者同士のラジオ、いやいや俺は好かれてるよあ、そうなの、うん、俺はもう世界中から好かれてるそうだろう、ね、悲しいよなんだ俺途中で俺涙出そうなんでした例えばそもそもじゃあもう例えばそういうのそういう話しようか、うんうん、あじゃああれだ、やっぱほらほら、うんうん、いいよ、うん、男の子はお母さんをこう理想の女性みたいなね言うじゃないですか、お前わざとだろお前お前何またお母さん漫談させたいのちょわざとじゃんいやそこら辺のいやそういう、ね、お母さんに似た人が好きなのかなと思ってね、いや俺だから違うじゃん、だからさ基本的にはなんつーの、うん、うちの母親なんつーのはもう、うん、あの我が強いから、はいはいはい、我が強いタイプの人間でね、うんだってあれだよ、あの俺が小学生小6ぐらいの時にうちの姉ちゃん小中2かなんかの時に福岡、はい、それこそ博多旅行みたいなとこ行って、で福岡ドームが出来たての頃にでね、で、あのただ野球ではなくてなんかそういうなんかなんとかゲームショーみたいなのやってたんだよ、あーなんかイベント的な、うん、そう、そこのなんかのブースで子供の前で向こうなんかの博多の家族連れ4人組の親父と大喧嘩してたよ、ブチギレてやめてよと思って福岡まで来てすごいお母さんですね、なんで喧嘩しでさ、そんな本当に恥ずかしいじゃん恥ずかしい仮に100分ずつでこっちが、うん、こっちのチームが、うん、その家族に迷惑かけられてたとしてもだよ、はいはい、そなんかそのなんか怒鳴るとかでしか改善できなかったかねと思うよね、やひどい博多まで来てさいやお前が言うね、俺が言うのよお前が言っちゃダメでしょ、ね、皆さんひどいお母さんですいやなんだろうね、なんだろう、そうだそうだとも言いづらい、お前はお前が言うなと思うねいやまあまあだから、そなんかそういうことを思うと俺逆だもんね、やっぱあのあ優しい、もう優しい、おとなしい人がいい好きなタイプで言うとなんかほら、明るいのと暗いのどっちがいいってあるじゃん、まあそれはさ、そう言われたら明るい方がいいでしょ、うんうんうん、だけど、あのおとなしいのと騒がしいのどっちがいいとかもあるじゃん、うん、ああ、はいはい、うんうん、それで言うと、その明るくいいけど騒がしい、明るいけど騒がしいぐらいなら暗くておとなしい人の方がいいもんね、俺ねそう思わない、いや、なんか多分その間違ったこと言っちゃないんでしょうけど面白いよね暗くておとなしい人の方がいいよ、ここに俺のモテなさが出てるかもしれないねなことねえわ、理解しろよいや、でも思いません、でもお前はいいのか、ギャ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 っつった言い方あれだけど、明るいくて、うん、こう活発な方がやっぱいいか、そうですね、うん、なんか喋ってくれる人の方がいい、お前の嫁はそういう感じなの、うちはでもそんな喋らない、確かに別にめちゃめちゃ前へ前への人じゃないもんね、じゃないですね、うん、うん、いやだからそれこそ昔言ってた下顎上顎理論って俺が提唱したやつあるじゃん、あーはいはいはい、うんうん、それで言うとさ、やっぱさこうグイグイ来るのはめんどくさいよな、そうですね、男であれ女であれね、うん、そうですね、肩のシャツの肩 の, あの生地グイって掴むような精神的な話ね、はいはい、精神的な話ねなあ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 つって肩のシャツをグイって掴む感じよ、はいはいはい、そういう人苦手みんなそうかでもなんかそうなんだよな、おとなしい人のがどっちかって言ったら今までの傾向ではいいと思ってきたな、うん、ふわっとしてるね、まあまあそうね、うん、そうですね、この、うん、あの
ラジオ聞いてくれてる人とかは上顎下顎理論っていうのはなんとなくわかるのかな。いや誰も知らないよこんなもん。10年前ぐらいにオーストラリアで俺が勝手に言ってただけだろ。お前は上顎タイプだな、お前は下顎タイプだな。いやそう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 いや別になんてことない。上顎っていうのはそのなんていうの、なんどういうのこれ、うん、なんか例えば難しくないですか。でもなんか共通して分かってもらえると使いやすいというか言葉として、まあ、だから、うん、あれだよね、あのデリカシーあるかないかってざっくり言っちゃうと、まあ、それだけじゃないんだけど、ね、あまあまあそう、うんうん、そう、ただ大枠、うん、そう、そうなるとさ、上顎っていうのはデリカシーがないタイプで、下顎の人はデリカシーがある人なんだけど、ただそうなると、うん、じゃあ下顎がいいんじゃないかって説になっちゃうけど、そういうことでもなくて、そうそう、逆に言うと上顎っていうのは社交的だし友好的だから、そう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 、うん、だからそっちはいいよね、その分、うん、デリカシーない分人のパーソナルスペースにグイグイ入っていって、だけど入ってくる、うん、それをしてくれることによって助かる分ももしかしたらあるかもしれない、ね、そう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 、うん、一概にどっちがいいとは言えない、うん、そう、まあ、だからあれだよな、上顎インティライミナオト言っちゃってナオトインティライミとか俺会ったことないけど多分そういう人だと思うんだ、うん、そうね、うんうんうん、サッカーボールを投げ外国の子供に投げてそっからサッカーが始まったんだみたいなこと言えないもん俺そんなのおっかなくて上ですね、うん、上ですね、うん、それは上顎で、うん、これは大事なのが、じゃあ上顎下顎、うん、じゃあどっちかのタイプならいいのかってことじゃなくて、結局噛み合わせだから、こんなもん上顎、ね、うん、歯が出ててもみっともないし、うんうん、ね、ゴリラみたいな猿みたいな、うんうん、でしゃくれててもね、受け口でもかっこ悪いわけじゃん、うん、そうそうそう、だから両方ともカチッとしてるのが一番いい、うん、上顎下顎が両方とも噛み合わせたらいい、うん、ただ俺、はい、上顎大下顎大しゃくれ人間だから俺は俺なんつうの本当に下がビビっちゃってビビっちゃってそう、もう喋りかけられないし、もう本当よ。すぐ虫入ってくんだから下顎雨とかすぐそうすぐ言う、うん、いやだからね、まあそういう意味で言うと俺が下顎だから上顎の女の方が良かったりはするんだけど、バランス的に、うん、そうなんだけど、まあそうなってくるとね、逆に言うともう合わないことも多くなるからね、うん、そうだ、難しい。だから男の人はそれが良かったりするかもしれないね、友達とかは。あ、そういう人がいても、はいはい、俺はお前のこと上顎だと思ってるからね実はやめてください本当にお前はなんかオーストラリアの時にああ下顎分かる、俺も下顎なんよねみたいな言ってたけど、俺ずっとお前のこと上顎だと思ってここ10年そうよ本当だよ。そんなもんさ、下顎のやつが8回も飛ばさないもんまた言うか。あー、持たれてるね。だってお前なんてサッカーボール投げるタイプだよ、どっちかって言ったらそうなのかな。いや、わかんないけど、皆さんだってこんな人が下顎なわけないと思ってるでしょ。俺なんてもうミスター内弁慶じゃん、お前にしかこうギャーギャー言わないわけだ大丈夫、こんなもん仮に誰かゲストを呼ぶってなったらもうすんよ。いやいやいや、そんなこと何も喋らなくなっちゃう本当よ。やっぱだから、まあ女の人のタイプで言うと何ですかね。お前は何、うん、そのあなたの奥さんはその理想の人だったの、好きなタイプの女だったの。そうですよ、うん、うん、そうですよ。何がいいの、 何がいいんだろうね。いや、わかんない、今となってはわかんないけどね。あ、そう、何一丁前に照れてんだよ。ええ、わからんよそんなもんはそうね、好きなタイプな、そうそうそう、どうんだろうね。まあタイプって、まあ、当たり前だけど俺そういう話したことないじゃん、あなたに。ないですね、多分一回もないよな、うん、ないね、知らないもんな。そういうついた晴れたとかで、そこ興味ないじゃん、うん、基本別に、うん、どうだっていいじゃん、うんうんうん、だし多分だけど俺のお客さんもそこ興味ないと思うんだよね。俺がほら、うん、なんつうのアイドルみたいなこと活動してんだったら気になるかもしれないけど、うんうんうん、どうだっていいと思うし、むしろまあまあ、うんうん、余分だと思うよその情報、ね、俺の情報、うんうん、だから別に好きなタイプっていうのはほら好きな歌のタイプとかもあるだろうしね。ああはいはい、はい、お笑いとかもそうかもしれないけど、うんうん、お前はなんだ、好きなタイプっていうと、なんかいいよ、そうそう、もう一個だけ俺答えるから、その好きな何々の
タイプなんですかって聞いてみてくれね俺。あーそうだね、じゃあ好きな、好きな映画のタイプは何ですか？キョンシー、キョンシーです。キョンシー、キョンシーだけ、キョンシーだけ。シャツにもなってるしね。そう、キョンシーだけありいいんだから。もう使っちゃったじゃん。お前大事な俺の好きなもの何チャンスがもうなくなっちゃったよ。キョンシーって言っちゃったんだもん。使っちゃった。そうよ、まあまあまあね、それでもいいんじゃねえかっていうことで。いやー、あれか。これ一回もう今日こんなもんにしとくか、一本今週は。あ、じゃあそうしときましょうか。うん、なんか、うん、そうですね、じゃあリクエスト曲、あ、今週の一曲か。今週の一曲は、あ、じゃああれしよう、新曲流そう。はい、さっきできたのよ。はい、お疲れ様です。完全、まあ完全っていうかそれでも仮だけど。はい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 。それ、うん、あ、それ今ツイッターでも上げてんのよ、あのサウンドクラウドで期間限定で公開してるよっていう。うん、それあの一応ジーニーっていう歌ね。あ、ジーニーね、はい、うん、あれだからさ、ジーニーっていう人がいるのよ。あ、そうなの。そう、あのすごい虐待を受けた女の子で、めちゃめちゃ有名な。それもあの緑のシャツになってる。あ、そう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 。だからあの頃からもしそのテーマがあって、だってさ、そのなんか多分十何歳まで椅子にずっとくくりつけられて生活させられてたの。へえ。そう、だからもう保護されてからはもう全然言語喋れないとかね。あ、そういう、体も硬くなって、うん、今度まあ見てください、そのジーニーっていうの。ちょっと調べてみます。うん、泣きそうになるよ本当。何これ。それをそんな曲話出させて。いや、あの人は話出してないよ。でしょ。そう、あのジーニーのやつはそういう T シャツがあったから、提唱。ああ、話出させてない。出してない、出してない。ああ、そうなんだ。まあそういう曲ですね。はい。聞いてみましょう。じゃあ、はい、酒の話。今週はこれまで。あ、ツイッターもやってますんでね。あの鮭オーケストラ腰もんもで調べてみてください。はい、はい、じゃあまた来週、さようなら。どうして君が泣いてるの、どうして君が謝るの、日々増えてゆく体と心の傷と痣、それでもなお離れられない、選べない、隣で泣き叫ぶ声が聞こえたなら、何かがおかしいと感じてくれ、誰からも見捨てられた命を見つけたなら、愛していると伝えてやってる
鮭の話。